どうも皆さんこんにちは。さあ青森から新幹線さん乗ってやってきました。東京は暑い。では私からはですね、羽との跳ね方と掛け声について説明したいんですけども、あまりこう生と喋ればですね、皆さん何喋ってるか分かんねえとなってしまいますので、ここからは標準語に切り替えてお送りしたいと思います。私今日のために一生懸命標準語を練習してまいりました。もしかしたらまた訛ってしまうかもしれないので、もし訛ってしまったら訛ったって注意してください。さあ早速ですけども、このね跳ね方の方説明していきたいと思いますが、まず今ミスの方から説明がありました。この羽との衣装さえ着ていれば誰もが参加できるという話ですけども、もう一つ参加する方法があります。衣装を着てなくても参加できる方法、それは皆さん沿道の観覧席から掛け声で参加するという方法です。この掛け声ですけども、皆さんもう説明いらないですよね。大丈夫ですか？分かってますよね。何でしょう？ありがとうございます。さすがです。はい、もう皆さんご存知の通り掛け声はラッセラーラッセラーラッセラッセラッセラです。ちょっとね練習してみたいと思います。私の方からラッセラーラッセラーと掛け声かけますので、その後皆さん続いてラッセラッセラッセラーで返してください。大丈夫ですか？ Do you understand Japanese? OK?大丈夫です。通じてます。標準語でも英語でも通じます。じゃあいきます。アラセラーラセラーアラセラセラセラーアラセラーラセラーアラセラセラセラー。はい、ありがとうございます。品川の皆さん元気がいい。ありがとうございます。さあ続いて跳ね方ですけども、これね非常に簡単です。跳ね方を覚えて衣装さえ着ていれば誰でも参加ができるので、ちょっと跳ね方覚えていただきたいです。ちょっとじゃあ跳ね方やるのに手伝ってもらおう。コウスケ来れる？はい、はい、コウスケ今何年生？3年生。高校3年生？小学校3年。道理でちっちゃいと思ったね。じゃあ今8歳だ。8歳。8歳でも跳ねられるんです。大人から子供まで誰でも跳ねられるのがこのねぶたの魅力です。じゃあちょっとみんなに1回教えてもらおうかね。片足で2回ずつ交互に1、2、1、2で片足ずつ2回で、ジャンプしてみます。いい？せーの。1、2、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 どうですか、コウスケの跳ね方。立派でしょ？もう高校3年生ぐらいの跳ね方ですよね。でこのように誰でも衣装さえ着れば簡単に跳人になれますので、ぜひねちょっと一緒に、じゃあ皆さんちょっと狭いですけど周りの感覚ちょっと注意してできる人はやってみてください。先ほどの掛け声と合わせてその場でちょっと練習してみます。準備はよろしいですか？周りだけちょっと注意してくださいね。じゃあ、1212からやってみたいと思います。ちっちゃいお子さん、あれだったら中入ってもいい？中で入って、狭いから。はい、どうぞ。どうですか？もうそれだけで気分上がるでしょ。これね、今年の夏、青森にお越しになった際は、まあ当然見るだけでも十分楽しめるんですけども、実際にこの衣装を着てねぶた祭りに参加するという方法、これさらに楽しめますので、ぜひね、衣装持ってない方も大丈夫。衣装はスーパーでも売ってるんですよ、青森時期になると。こっちでいうお正月の時期になるとスーパーの入り口で正月飾り売ってますよね。あんな感じでねぶたの衣装が並んでますから。あとはレンタルもやってます。もうね、体一つで行って衣装の着付けもしてもらって、あとはお祭り参加して脱いで返すだけなので手軽に参加できますからね。ぜひ今年の夏お待ちしております。あ、はい、今鈴が落ちました。
この羽戸の衣装にみんな鈴がついてると思うんですけども、この鈴、鈴落ちたやつってほとんどが踏まれてぺちゃんこに潰れちゃうんです。その中でも誰にも踏まれずに綺麗な形で残った鈴、運の強い鈴ということで幸運の鈴って呼ばれてますので、ぜひねその辺も注意して幸運の鈴ゲットしてみてください。ではありがとうございました。治った。はい、最後治りましたね。初めての方ありがとうございました。そしてこの3人が揃うのは最後になるかもしれないですよね。そしてもう一つ、あのミスターハネトっていうのもいるんですけど、ミスターハネトも、実は今日3人来ておりました。ミスターそうだね、あのミス3人、ミスター3人、6人も揃うことって実はめったにないんです。ちょっとせっかくなんでお一言ずつ皆さんからお願いします。あの皆さんこんにちは。まあ、実は説明にちょっと欠けてたんですけど、ミスターのコンテスト去年で最後だったんで、これ最後のミスターになりますので、記念に、ちょっと僕のポケットマネーで花を用意しました。はい、皆さんどうぞ。はい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 、ありがとうございます。やばい、突然クリティになってしまいました。皆さんこんにちは。どうも、ねぶた祭り楽しんでもらいましたか？はい、ありがとうございます。先ほど紹介を受けました2023ミスターハネと工藤千佳です。今日で最後になると思うと。はい、次にバトンタッチします。はい、2023ミスターハネとの佐々木翔介です。1年間、いろんなところで、PR してきましたが、多くの人たちに喜んでいただき本当に、幸せでした。本当にありがとうございました。はい、続いて2023ミスターハネトグランプリの村山健一郎と申します。1年間また駆け抜けてきましたけども、またここから新たにハネトとしてまた頑張っていきたいと思いますので、これからも皆さん青森ねぶた祭り応援よろしくお願いいたします。ねぶた2023の佐藤理子です。青森ねぶた祭りを通して本当にさまざまな人々と交流できて、本当に1年間充実しておりました。見ている方もこうやってねぶたを作り上げる方もすごい情熱がありまして、本当に心温かい方ばかりでした。これからは囃子方として青森ねぶた祭りを盛り上げていけたらいいなと思ってますので、青森でお待ちしております。皆さんこんにちは、ミスねぶた2023グランプリの雪田農家です。まずはご挨拶する機会をいただきありがとうございます。私たちミスねぶた3人は1年間県内外さまざまな場所で PR 活動をさせていただきました。この活動が少しでも青森、そして青森ねぶた祭りに興味を持つきっかけになっていましたら幸いです。1年間どうもありがとうございました。皆様こんにちは、2023ミスねぶたの桜庭茜と申します。また1年間大変ありがとうございました。私もこの夏、今東京に住んでるんですけれども、夏帰ることができましたら、また囃子方としてねぶた祭りに参加いたしますので、皆さんも青森の夏を楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。